産業政策、産業政策、産業政策、インダストリアルポリシーとは、政府の誘導によって、特定の産業の発達を加速したり、保護するなどして、産業構造を変化させる政策である。産業政策とは、政府、官僚が次に国をん引する、産業部門、リーディングセクターを選び、その産業に補助金などの優遇措置によって保護し、 育成する政策のことである。産業政策を最も広く捉えると、産業間の資源配分に影響を与える政策すべてを含むことになり、政府が市場に代わって財、サービスを供給するようなものまで含まれてしまうが、通常、産業政策という場合にはこれらは含まれず、例えば IT 産業の育成などといった政府による重点産業への保護や支援を指す。また、 独占や河川による財やサービスの過小供給や価格、供給企業への超過利潤の発生などの問題は産業政策と呼ばれることもあるが、協議には競争政策や規制政策として区別される。産業政策について、日本の学者は一国の産業間の資源配分、または特定産業内の産業組織に介入することにより、 その国の経済構成に影響を与えようとする政策と定義している。産業政策は特定産業に政府が補助金、税制運転、政府系金融機関による定義融資を施す政策である。また、日本では協議に通商産業省、経済産業省が行う政策という定義がある。なお、産業政策について個別産業の振興または 産業間の所得再配分を行う施策から撤退し、またはこれを縮小し、市場権利を尊重した施策に移行すること、中央省庁等改革基本法21条に合意とされている。産業政策は産業政策とはっきり明言されず色々な名称となるため、中身を吟味する必要がある。石油危機以降、日本をはじめとした先進工業国各国では、 経済成長率の鈍化が起こり、新興工業国の追上げなどによる需給構造の急激な変化もあって、産業調整を促す要因が増大した。第一次石油危機後、OECD では、1978年の OECD 閣僚理事会で、積極的産業調整政策に関する一般方針が採択されるなど、政府の関与によって積極的に、 産業構造の転換を図るべきであるという考え方が取られるようになった。経済学者の村上康明は産業政策を費用低減傾向が見込める産業はその成長可能性を維持し高める直接的手段としている。村上は国家経済を主導する産業を満たすのは官僚組織の責務であるとしている。村上は産業政策の具体的なものとして 保護貿易政策、補助金政策、各種経済計画、価格規制などを挙げている。経済学者の若田部翔都は、理論的には、政府主導で産業を創出することが全く効果がないとは言えなくもないと指摘している。しかし、こうした可能性はしばしば保護主義的な政策を正当化するのに利用されることがあるという問題もある。そもそも、 将来発展する産業が何かということは民間ではわからないのに政府ならわかるということはないはずだという産業政策に対する根本的な批判意見もある。経済学者の岩田菊夫は政府は税、補助金を用いて特別な投資、消費を促進させたり特定の産業を促進させないことが産業政策の哲学であると指摘している。 経済学者の竹中平蔵は、政府が産業を直接育てるということではなく、その産業が育つ環境を作ることが重要な役割となる。具体的には、競争の促進、それを支える人材を育てるための教育制度の整備が必要であると指摘している。経済学者の野口幸夫は、経済成長は、基本的には、民間企業と市場によって実現される。 政府の役割は、そのプロセスを邪魔しないように環境を整備することである。具体的には、規制緩和であり、補助金、助成金など、従来型保護政策からの脱却であると指摘している。水保償号研究所は、水体産業が退場する際の、痛みを緩和させるための施策は、必要な場合もあるが、それを保護し、延命させるための施策は、結果として、 国全体の国際競争力を削ぐことにいると指摘している。国内の産業政策は貿易保護政策との関係でも議論される。特定産業を外国企業から保護するために輸入、直接投資を制限する政策。直接投資の制限は技術移転の遅れや雇用を喪失しないなどの弊害があるが、現時点では国際競争力がないが、 将来は有望である国内の産業を保護、育成する効果があるとされる。幼稚産業論は新興工業国で支持されることが多い。経済学者の伊藤元重は、フリードリッヒリストの幼稚産業保護論、産業政策に関する議論は、現在2004年でも多くの途上国の政策担当者に支持されていると指摘している。幼稚産業保護が成功した。 代表例は南北戦争後のアメリカ、オットー・ホンビス・マルク時代のドイツである。また、1950年代、ラテンアメリカ諸国は原材料輸出国から脱却して工業国として地位を確立するため多くの工業製品に関税や割り当てを課していた。幼地産業保護は国家全体の技術レベルを向上させるようなハイテク産業には 理論的にも説得力がある。しかし、現実的には、国内で政治的影響力の強い産業が保護される結果となることや、政府が新技術のどれが最良か予測することも難しいという問題がある。また、幼稚産業として保護した、特定の産業が自立できるほど成熟した後、その産業の保護を撤廃することが困難であることが、意という問題もある。 国内にある輸入競争産業を保護し、追加的な雇用を創出するため貿易保護政策が取られる場合がある。ただ、国内で輸入材を投入物として使っている産業では、その貿易保護政策のため価格上昇に直面することになり、雇用が減少するという作用もある。国際紛争があると国交が途絶える恐れがあり罪の供給に影響が出るため、国は 必要な材について、自給自足を図るため国内産業を保護すべきという議論である。イギリス東インド会社は、東南アジアでの高級香辛料の獲得競争で、オランダ東インド会社に敗れた後、インドに進出して、面織物であるキャラコの輸入を始めた。このキャラコは、ヨーロッパの上級、中流階級で大流行したが、イギリス政府は、 国内の毛織物産業や絹織物産業を保護するためキャラコ輸入禁止法を制定した。蒸気機関の発明による動力革命や鉄道や大型機船の発明による運輸革命などの一連の産業革命の発端となったのが繊維革命で、それはインド産綿織物に対抗する形で発生した。アメリカのプランテーション経営で栽培された綿花を 原料に技術革新で近代化された食器や宝石機で加工することで安価で質の高い綿織物が大量生産されるようになり、イギリスは綿織物を世界に大量に輸出するようになった。イギリスでは産業革命や市民革命を通じて資本化階級が勢力を伸ばし、特定の会社に限って特許を与える保護貿易ではなく、市場に自由に参入できる自由貿易を 主張するようになった。オランダに対抗するため海運の独占的利益の確保を目的として制定されていた公開条例も次第に緩和され前849年に廃止された。明治時代の日本の政府の産業育成としては、食産工業政策と官業払い下げがあり、その後は一部の重工業、例、八幡製鉄所の国営、政府管理が行われた。 第二次世界大戦直後は、軽車生産方式、高度成長期の重化学工業の進行、国産コンピュータなど電気、電子産業の進行へと移っていった。第二次世界大戦前後の統制経済から、国内経済や国際競争力の回復に伴って、貿易や投資の規制が緩和され、自由化が進み産業政策の重要性は低下するかに見えた。しかし、 1970年頃からは日本の経常収支の黒字が定着し、欧米諸国を中心とした貿易摩擦が激化したことから通商政策の一環としての産業政策が重要となった。繊維、鉄鋼、自動車や半導体の輸出自主規制を政府が主導するという形で産業政策は展開していき、繊維産業などでは新興工業国の追い上げによって、 産業の縮小を緩やかに円滑に行うという調整策も行われるようになった。オイルショック前、通産省は日本の自動車、会社旧車体制を3社に集約させ、大型車の中心の生産体制になるように行政指導しようとしたが、特定産業振興臨時措置法案、業界は猛反発した。その後オイルショックが起こり、小型車が爆発的に売れることとなった。 1990年代以降は IT 産業の振興やバイオテクノロジーなど先端技術産業の振興による国際競争力の強化や経済の活性化が産業政策の目的となってきている。一方、農業振興は第二次世界大戦後大きな政治課題であったが農業構造改善事業などに多額の国費を投入してきたにもかかわらず生産性の 工場は進まず、国際競争からの保護が政策の中心だった。この中心であった米の輸入制限が徐々に進められることによって、農業政策も保護から国際競争力の育成にシフトしつつある。第二次世界大戦後の日本の産業政策については、1990年代初めまでは高度成長の実現など、 日本経済の驚異的な発展の主要な原因の一つという肯定的な評価がなされていた。ただし、否定論も多い。1990年代半ば以降、日本経済が低迷を続ける中で非効率な産業を温存し、日本経済が長期低迷を続けてた原因となっているという否定的な見方が多くなった。第二次世界大戦直後の傾斜生産方式による 石炭産業と鉄鋼業の育成、その後の石油化学工業など重厚長大産業の育成に当時の通産省の産業政策が大きな役割を果たした成功例とされることが多い。その後も二次にわたる石油危機を経て日本経済を自動車産業や電気、電子産業といった加工組み立て型の製造業など高付加価値型の産業に転換していく上で、 産業政策の役割を評価する声もある。第二次世界大戦直後に成功した企業の中には、自動車会社ではホンダ、電気産業では松下電工、原パナソニック電工やソニーなど、政府の産業政策の枠外で発展した企業が多かったため、どの産業、企業が発展するかという民間にわからないことが、政府にはわかりうるのか、どの産業を育成すべきか政府に正しく、 判別できるのかということが疑問視されるようになり、産業政策の成果にも懐疑的な見方もある。コンピュータ産業の育成や半導体産業の育成が成功したと見るかどうかは意見が分かれている。竹中平蔵はアメリカの経済学には産業というコンセプトはない。アメリカには産業、インダストリーと名の付く役所はないと指摘している。 経済学者の高橋洋一は予算配分は公正中立に産業については市場原理に任せるというのが先進国の常識となっていると指摘している高橋洋一は経済産業省のターゲットポリシーは産業選別という意味で日本国外では通用しない特定の産業の選別はエコひいきとなるしそもそも政府に成長産業を選び出す能力がな 指摘している。高橋洋一はビジネスに疎い役人が支援すべき成長産業を選別するというところに原理的な矛盾がある。産業政策手法の根本的な欠陥は需要サイドではなく供給サイドに政府支援を行うことである。産業政策は先進国では例がない。政府がミクロ的な介入をするだけの能力がないからである。 産業政策に相当する政策は、開発途上国での幼稚産業保護くらいしかないと指している。経済学者の原田康氏は、政府が将来発展しそうな産業を選んで、補助金を与えるのが成長戦略と考える人が多いが、そのような産業政策で成長率を高めることはできない。政府に成長産業を選ぶ能力がない。政府がそのような能力を持っているくらいなら、 民間がとっくに投資している。政府の補助金を期待して、民間はそれを待とうと思ってしまうが、それでは、世界のライバルに追いつかないと指摘している。エコノミストの杉浦哲郎は、5年先、10年先にこの、産業が伸びると、政府が決めつけること自体がおかしいく、そんなものがわかるはずもない。産業界、個別の企業が必死に考え、試行錯誤する中から、 成長産業や技術が市場で自発的に生まれてくるし、それが生まれやすい仕組みや環境を作ることこそ、政府の仕事であると指摘している。エコノミストの足立誠治は、政府が有望産業を指定することで利権が発生する誘因が存在し、経済効率を悪化させる可能性がある、レントシーキングと指摘している。 国際政治学者のチャルマーズ・ジョンソンは1982年の通産省と日本の奇跡で優秀な官僚による産業政策によって戦後の日本は経済発展が可能となったと主張した。経済学者の西川淳は1950年代の日本の鉄鋼、自動車産業は政府は政府の手厚い保護、幼稚産業保護によって 今日の世界的な産業へと成長したと指摘している。経済学者の八田達夫は、通産省が1960年代前半に行った、石炭から石油への転換策を行った。石炭産業で大量の失業が生じたがそれに対して、国は雇用促進事業団を作り、多くのアパートを東京、大阪に建設し、炭鉱離職者が移住できるようにした。また、 炭鉱離職者を雇用した会社に補助金も出した。この石炭から石油への転換策は模範的な構造改革だったと指摘している。また、ッタは、日本の官僚は、パイ拡大政策、長期的なビジョンを示す役割を果たさずに、癌の既得権を守るためにエネルギーを使ってきた。また、俗議員と結びついて、民間の利益集団の既得権を守る役割も果たしてきた。 日本の制度が官僚にそういったインセンティブを与えてきたと異側面があると指摘している。経済学者の猪木武則は自動車産業の集約や鉄工業の設備投資調整が実現されなかったように官庁の指導に業界が従わなかった例も多く存在すると指摘している。経済学者の田中秀臣は政府が大きな需要を埋めるだけの新産業の創出に 成功した実例を少なくとも戦後の日本の歴史に求めるのは不可能であると指摘している。田中は経営者生産方式、日本の産業政策的なものは実証的に見れば衰退産業に対する補助金政策として行われた。農業以外には有効ではなかったと指摘している。戦後、日本が先進国になるまで官僚による裁量的経済運営は 効率的であったという議論について、岩田菊夫は、そのような事実は証明されていない。むしろ、財閥解体、貿易、資本の自由化といった、市場競争を維持する政策の方が、戦後日本の高度経済成長に大きく寄与したのでは、ないかと指摘している。経済学者の伊藤治は、機関産業、主導的役割を果たした産業は、自主的に発展したと指摘している。 岩田菊夫は、全国総合開発計画、公共投資の地方へのばらまき政策、工場等政権法、大規模小売店舗法、古装船団行政などの産業保護政策は、むしろ経済成長を鈍化させる要因になったと、指している。経済学者の野口明、田中秀臣は、日本の旧通産省による産業構造政策、産業構造高度化政策のような政策は、 単に市場の資源配分機能を歪めるだけに過ぎないと指摘している。竹中平蔵は1950年に川崎製鉄は千葉に日本初の鉄鋼一貫製鉄所の建設を計画したが受給バランスが崩れるという懸念から通産省日本銀行に反対された。その後工場建設に賛同した日本工業銀行。 後の水保フィナンシャルグループなどの融資によって1953年に工場は完成し、これを一つの契機として鉄工業が急速に成長し、日本は高度経済成長に突入したと指摘している。また竹中は、かつて通産省は多すぎる自動車メーカーを3社に集約させようとした。だが結果は違い10社以上の自動車メーカーの競争があったからこそ、 日本の自動車産業は強くなったのである。対照的に五層船団と言われた産業、特に銀行は競争しなかったため自動車産業と格差が開いていったと指摘している。経済学者の竹内弘隆の研究によれば、日本の二重の成功産業について政府の果たした役割は皆無だったとしており、経済学者の三輪の吉郎の研究では、 高度成長期でさえ産業政策は有効でなかった、されている。竹内博隆たちの研究チームは、1990年代に日本が競争力を持っていた20の産業、自動車、カメラ、カーオーディオ、炭素繊維、連続合成繊維織物、ファクシミリ、フォークリフト、家庭用、エアコン、家庭用、オーディオ、マイクロ波、衛星通信機器、楽器、 産業用ロボット、半導体、ミシン、醤油、トラックバス用、タイヤ、トラック、タイプライター、VTR、テレビゲームと競争力を持っていなかった6つの産業、民間航空機、証券業、ソフトウェア、洗剤、アパレル、チョコレートを比較している。前者の成功産業においては、政府の役割は全く存在しなかったとしており、大規模な補助金制度、 競争への介入もほとんど存在しなかったとしている。例外は未ン産業であるが、日本の未ン産業の歴史は長く、政府による政策が競争優位に影響したのは戦後の10年ほどに過ぎないとしている。また、1990年代に競争優位を持っていたのは政府が保護した家庭用未ン産業ではなく産業用未ン産業であったとしている。これに対して、 高社の失敗産業においては政府の広範な介入があった。例えば証券業界では手数料は固定制で社債、国債発行における市場シェアは企業別に割り当てられていた。高橋陽一は日本の戦後成長の歴史を見ても通産省がターゲットにした産業は石油産業、航空機、宇宙産業などことごとく失敗している。逆に 通産省の産業政策に従わなかった自動車などは日本のリーディング産業に成長している産業政策の失敗の例として1985年に設立された基盤技術研究促進センターがある。2800億円の出資は結局8億円くらいしか回収できなかった。第五世代コンピュータやシグマプロジェクトも壮大な無駄遣いであった。 自分の金で投資を行わない役所は投資の結果に無責任なのでほとんどが失敗すると指摘している。野口明は、通債官僚が奮闘した特定産業振興臨時措置法案成立のための努力は極めて非経済学的試みであった。特売法の廃案はその後の日本にとって幸いであった。もし自動車産業の再編を構想していた、 特売法が実現していたら、日本の自動車産業の流盛はありえなかったと指摘している。杉浦哲郎は、わかりやすい。成功例は、クリントン政権時のコア副大統領が進めた、アメリカの情報スーパーハイウェイ構想であり、政府は情報ネットワークが経済を牽引するというアイデアだけ提示して、それまで国防省が独占していたインターネットという、 インフラを民間に開放したと指摘している。野口幸夫は1990年代にアメリカで IT 産業が成長し、これがアメリカ経済の形を大きく変えた。しかし、IT 産業は政府の戦略、保護によって成長したのではない。市場競争の末生き残った企業が結果的に新しい産業を作ったと指摘している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。